チャンネルアジャをご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。沖縄サテライトスタジオから日本沖縄政策研究フォーラムの中村陽子がお送りします。今日のゲストはリュウジさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、現在、24歳、平成6年生まれですね。はい、そうですね。はい、で早速ですが、沖縄県が諸国復帰をした日はいつか分かりますか？はい、5月15日と聞いております。はい、正解です。はい、でなかなか結構分からない人が多いんですよ。そうですね。じゃあなぜこんな大事な日を分からないのかって思うんですけれども。そうですね、うん、自分はすぐ近くの天日小学校という小学校からいろいろと勉強してきたんですけどね。はい、5月自体はなんだろう、その戦争に関するイベントとか、うん、例えば対馬丸の映像を見たりとか、うん、姫より隊がどうこうみたいな教育を受けたんですけど、うん、そうですね、5月15日に祖国復帰したという具体的な内容を教えてもらったということはまずないですね。うん、ないんだ。はい、祖国復帰という言葉自体、おそらく自分の同年代で知ってる人は、うん、本当に片手で足りるぐらいじゃないですかね。祖国復帰という言葉自体。はい、そうですね。怖いですね。はい、もうそんな時代なんですね。はい、そうなんですよ。祖国復帰があったのが、1972年、はい、昭和47年の5月15日なんですね。はい、でそれまではじゃあ沖縄県は何だったんだということなんですが、はい、植民地であったわけです。あ、それも教えられませんでしたね。ですよね。で私たちもその昭和47年頃というのは小学生で、はい、まあ、その年に沖縄が祖国に復帰するよって周りが騒いでるのは分かるんですね。はい、で学校からその時に流行ってたニコちゃんマークって分からないよね。分からないですね。ニコニコマークのが流行ってたのね。その時流行り の、 下敷きやら文房具、はい、祖国復帰のお祝いっていうことでおめでとうっていうことで小学生とかもらったのね。はいはい、筆箱とか鉛筆とかだ文房具だったと思うんだけど、はい、で後から聞いて分かったんですけど、その時に祖国復帰のメダルというのがあったらしくて、はあ、それもあるんですね。で私の学校ではそれなかったから、あったことすら知らなくて、本当にほんの5年ぐらい前にそういうのがあったよって。はあ、あれば自慢できたでしょうね。ね、それぐらいだからメダルを作って小学生学生に配るぐらい本当にすごいことであったのに、はい、今の子供たちには教えられてないという、はい、そうですね、悲惨さは、戦争の悲惨さは教えてるけれども、うん、要はなぜ祖国復帰になったかっていうことを教えられてない。はい、うん、じゃあその前は何だったのって言ったら植民地だったのね。あ、うん、怖いですね。植民地という言葉自体は自分たちも受けてるんですけど、うん、ただそうですね、第二次世界大戦の当時の話とか、うん、例えばイギリスのここからここまでが植民地、アメリカのここからここまでが植民地でどうのこうのという教育自体は受けているんですけど、うん、おそらくその植民地というのが具体的にどんな状況にあるのか、うん、そして沖縄がその植民地だという事実、うん、そしてどういった状況にあるのかすら全く分かりません、ないんですね。少なくとも教えられなかったわけですから。でも正直言って自分たちも植民地っていう認識が全然なくて、なぜかというと日本語でみんな日本人として生きてたのね。はい、祖国復帰する前も後もで、まあそれはなぜかというと後で分かったんですけれども、その時の天皇陛下、昭和天皇が、潜在的主権というのを残したままの主権、うん、要は日本人という、日本の教育を受けたり日本語を話したりという、そういったものを残したままの、まあ、なんて異質な植民地だったんだろうね。あ、で奄美大島と沖縄県、沖縄が植民地だったんですけど、奄美大島は割と早く復帰したのね。でだから自分たち、植民地だったのっていう。そうですね、うん、自分もちょっと独学でアメリカの歴史とか軽く学んできたんですけど、うん、おそらくその植民地からそのなんでしょうね、主権をどうにかして維持するっていうのはおそらくすごい難易度だと思います。うん、例えば、うん、アメリカは昔インディアンの土地だったわけじゃないですか。うんうん、それがイギリスの艦隊が来たことによって、うん、
もう大量虐殺が行われ、うん、はいここが今日からアメリカですってなったわけじゃないですか、うん、で今でもそのインディアンというのは少なくとも自分たちの目に映ることはないじゃないですか、うん、しいて言うならそうですね、そのアメリカのとある日のイベントで、うん、そのインディアンの待っての人たちが、うん、自分たちの土地なんだからそれは取り戻そうみたいなイベントがあるぐらいしか知らなくて、うん、それがギリギリ現代まで続いてたってことを考えると、その沖縄が植民地から復帰するという難易度がどれだけ高いのかは少なくとも自分にはひしひと伝わりますね、うん、そうだね。やっぱり日本国民がやっぱり精神的にも文化的にもかなり世界の中でも高くて、はい、要は奴隷にならなかったということね。そうです、うん、まあ負けたから、戦争負けたから、もうやっぱり勝った国の方がいろいろ決めるじゃない。そうですね、負けた場合ね、はい、だから結局沖縄と奄美大島は植民地っていうことになったわけですけれども、はい、そこに住んでた私たちはじゃあどうだったかというと、本当に植民地だったっていう認識が全然なくて、全然ないまま、はい、うん、まあ、かえってもっと遡って小さい時、本当にもう5、6歳ぐらいの時には、はい、普通に和服、子供たちがつけるような、あの時はお太鼓とか言ってたんだけど、はい、和服してちょっと口紅塗ったりとかして、私もで近くの波の上の神社にお参り、お正月には行ってたし、各家の軒先には日の丸が本当たくさんかかってたの。今だと珍しいですね。そうそうそう、だからそれぐらい沖縄県民は自分たちは日本人だぞっていう思いは強かったんじゃないかな。そうですね、うん、少なくともで、いつの間にか日の丸もあまりあげなくなってしばらくして祖国復帰っていうことになったの。うん、そうなんですよ、うん、少なくともそうですね、自分の卒業式とか、うん、小中高含めても、うん、あまり国旗を上げてるのが高校と中学上がってたかなぐらいですね。少なくともそこまで大きく目立つことはなかったですね、うん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 、そうだね、まあ、国旗自体は割と人気が高かったりするんですけど、うん、白と赤でシンプルなカラーしててかっこいいみたいな。そうだね、その国旗の話すら先生たちはしたことない、もしかしたらないんですね君がよ、もう、うん、国歌も教えてもらってない。ちょっと歌う練習したかなぐらいですね。意味は、うん、まず習ってないです。ああ、まあ私たちも意味は習ってはいないんだけれども、私は割といい担任に当たってたので、ほうほう、日の丸をすごく教えてくれた先生がいて、この日の丸のデザインが他の国にものすごい人気があって、このデザイン欲しい。マルテル国もいくつか見られましたね、うん、で、いう話を小学校2年生の担任の先生が、うん、教えてくれたので、はい、あ、日の丸ってすごいんだねってその時に、うん、思ったし、でその時の先生が国歌「君が代」のこともちゃんと、意味は教えない、ちょっと教えたかどうか覚えてないんだけれども、うん、歌は私は覚えた。私たちの年代でも「君が代」を教えてもらってないっていう人たちもいて、だからもう担任の先生に寄ってたのかなって、あの時は、うん、それで変わってたのかなって、うん、うん、そう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 。で祖国復帰して、最初の知事っていう知事選挙があったのね、はいはいはい、でその時に2人候補が上がってて、はい、革新側からは屋良朝苗先生 で保守系からは西銘淳二先生で、西銘淳二先生っていうのは今の衆議院議員の西銘恒三郎さんのお父様にあたる方で、でうちは保守系の家族だったので、うちの両親はすごく西銘淳二さん応援してたのね。でもやっぱり負けたのすごい本人、うちの両親がもう悔しがってたのをなんか子供ながらに覚えてる。まあそれは悔しいでしょうよ、うん、でもまあその後も何回か出て、その後西銘さんは知事になるんだけれども、はい、ただやっぱりその時にもう自分たちはずっとその屋良朝苗さんっていうのは革新だと思ってたんですよ。ひどい話で言うと左翼
まあそうだっていう話になるわけですよね。そう、はい、思ってたけれども最近本当にあじゃなかったんだっていうのが分かったのがこの国会での演説っていうのが出てきたんですね、はい、でこの、サトルさん中村サトルさんが書い書籍の中にもエラチョビオ先生の国会演説の、はい、内容がこのように載ってるんですが、まあ、先ほど少し読んでいただいたんですが、はい、特に印象に残ってるところありますか？一番の印象に残ってるところちょっと読ませてもらいましょうね、はいはい、すなわち形式的にもまた実質的にも真実の日本人としての祖国の児童生徒と同一の基礎や立場に立って教育を施していきたいのであります。しかるに霊言なる現状性はこの抑えがたい欲求を完全に拒んでいるのであります。我々は何とかしてこの障害を排除して奇形的な架空的な逆光から脱却して永遠に向かって伸びゆく子どもたちを一日も早く本然の姿に置いて育て素直な成長に空白を残さないように熟眼しているものであります。それこそは一日も早く沖縄が元の沖縄県として祖国に復帰することによってのみ叶えられることであります、うん、という部分がとても残りましたね、はい、どのような印象 感想というかあります？そうですね、なぜそこがすごく印象に残ったかっていう、はい、うん、そうですね、この演説自体はそうですね、荒長病さんが国会で行ったことじゃないですか、うん、でそのセリフのしぶしからすごくその教育をどうにかして、あ、すいません、正しい歴史や教育をその子どもたちにどうしても残せたい、うん、でもしそれがこの場で叶えられないようであれば、うん、そうですね、そのセリフの一部を借りて言うなら、うん、奇形的な架空的な逆光となって、うん、本当に奴隷のような生き方をしざるを得ない状況になり得るから、うん、本当にこれが通らせたい、うん、通らせて、うん、少なくとも人として、いや日本人として、うん、立派に子供たちを育てていきたいという部分が自分にはひしひしと伝わりました、うん、すごい情熱を感じますね。そうですね、うん、すごい深く洞察されてるかと思います、はい、うん、確かに危機的な状況ではあったと思います、はい、でもやっぱりやっぱりその未来のことを心配して日本人としてちゃんと教育を受けさせたいと、はい、まあ、現状どうだったかというと、エラチョビオ先生の偉いところは戦後、はい、まあ、青空教室やったり、はい、すぐに子どもたちに学校、まあ学校らしくない学校をちゃんとやって教育を施してはいるんですよ、はい、で偉いところはですね、全国行脚して、はいはい、沖縄の子供たちに机とかノートとかそういうのを調達したい、そのために全国回って全国行脚して寄付を募ったっていう。いやだって私それ知らなかったから。そうですね、自分も青空教室は言葉の面でしか教えられなかったので、うん、そういうこと、そういった事実すら分からなかったですね、うん、いやそれぐらい本当に立派な方だったんだなって。ただそうですね、うん、現在の状況を顧みてみると、うん、やはりその奇形的な教育というとまだ根付いてる部分があるような気がしますね、うん、少なくともすごく浮きという言葉自体は自分たちに教えられてないわけですから、うん、そういった熱意やエラチョビオ先生の誇りとかをどうにかして現代の子どもたちに残せ出た方が本当にベストなんじゃないでしょうかねって自分も、うん、まあ、20代の若造ながらも思う部分はあります。わかりました。それでは後半ですね、はい、どのようにして残していこうかという話をさせていただきます、はい、それでは前半終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。
チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生ほか、たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。